大谷さんのスポンサー収入、ついに1億ドル160億円になる。米サイトのブリチャーリポートは、大谷はドジャースとの後払い契約で200万ドルの年俸しかもらっていないが、フィールド外でその差額を補うあまりある活躍をしていると報じた。さらにジアスレチックの敏腕記者、ケン・ローゼンタール氏がリーグで2度 MVP に輝いた彼はスポンサー契約で約1億ドル約157億円を集めているとした上で、この数字を超える可能性もあるとしたと伝えた。大谷すげー。個人的にもスポンサーついてるし、ダイソーみたいにドジャースについてるスポンサーも見つけてくるし、ちゃんと野球やるしチームにしたらありがたすぎるだろ。さらに年俸も後払いでいいとか神か。大谷って下手したらスポンサーの商品だけで生活できるやろ。Y に1万ドルぐらいくれてもええやろ。この収入考えると大谷一家めっさしそな生活しとるな。一族模様人間狼変遷は、2000億プレイヤーになるのかって思ってたら簡単に上行ったな。3000億視野やろ。真面目にアスリート世界一のエンドースメントちゃうの。稼ぐねえ。大谷さんすげえ。個人で何百億ももらってる人ってどうやってお金使うの。大谷翔平が嫌いな人がいるのを見ると、太陽の光、子犬、音楽、笑い、そして一般的な楽しみも嫌いだと思います。お金に興味ない設定完全にいらんかったな。大谷クラスだと、その辺の賃貸に住むってわけにもいかないから金は必要だよ。152億円やぞ。ここまで圧倒的スターだといろんな企業は、スポンサーになりたいだろうな。Y にこっそり10億円くらいくれてもバレへんやろ。このチャンネルでは南米でのプロ野球やメジャーリーグなど、最新ニュース、注目を集めている話題をまとめています。頑張って更新しますのでお見逃しのないよう、よかったらチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。高評価もいただけましたらとても励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。